はい、政令市の浜松、北九州、千葉と地方中枢政令市の仙台、広島の事情と徹底比較、地方税課税対象所得、卸売小売、サービス業、製造業、位置数、人口密度の固定8項目で比較検証していきます。この動画では総務省や経済産業省が公表しているデータを利用しています。今回の比較対象となる5つの政令市の人口を円グラフにすると右の通りです。広島市120万人、仙台市109万人、千葉市97万人、北九州市93万人、浜松市79万人、広島市と仙台市の人口が一段上となっています。地方税の比較。地方税は人口比通りの結果です。人口トップの広島市がそのままの勝利です。仙台市は2位、千葉市は人口比を 1% 上回るも3位、北九州市が人口比 1% 下ながら4位、浜松市が5位でした。課税対象所得の比較。課税対象所得は人口比通りの強さで広島市が1位、仙台市が2位、ただ千葉市が人口比の 3% を上回る数字で仙台市に匹敵する3位です。また4位は人口差を翻して浜松市が入っています。北九州市は人口比 3% 下回ったこともあり5位です。卸売業年間商品販売額の比較。卸売業年間商品販売額は仙台市と広島市が圧倒的な数字ですが、2市の比較では仙台市が広島市を1兆円以上上回る1位となっています。千葉市、浜松市、北九州市はこの2市に比べると3都市の合算でも届かないくらいの差がありますが、その中では首都圏の千葉市が地方拠点の浜松市、北九州市を圧倒的に上回っています。小売業年間商品販売額の比較。小売業年間商品販売額は仙台市が人口比で 3% 上の数字で、広島市を僅差で抜いて1位です。3位は人口比では 1% 下回るも千葉市。4位は人口比では 2% 下回るも北九州市。5位は人口比通りながら人口差が大きく浜松市でした。製造品出荷額の比較。製造品出荷額は広島市が圧倒的、人口比を大きく超える3兆円超えとなっています。2位3位は人口比 5% 上の北九州市と人口比 4% 上の浜松市。4位の千葉市と5位の仙台市は人口比を下回る数字にとどまりました。梶内昼間人口密度の比較。梶内面積における昼間人口密度は千葉市が首都圏の密集で地方中枢の広島市をやや上回って1位、広島市は2位、少し差が開いて仙台市は北九州市に僅差勝ちで3位、北九州市が4位、浜松市は大差をつけられて5位でした。サービス業売上の比較。サービス業売上は商業に続き6兆超えの仙台市が僅差ながら広島市を上回る数字です。千葉市は4兆円超えで余裕の3位、北九州市は浜松市に大差をつけて4位でした。1万人あたりの位置数の比較。1万人あたりの位置数の比較。36人前後のところで北九州市が仙台市をわずかに上回る1位、仙台市は2位でした。広島市は31人台で3位、小さな差ながら千葉市が4位、浜松市が5位です。採点基準は以下とします。1位10点、2位6点、3位3点、4位1点、5位0点。そうしますと1位広島市57点、2位仙台市51点、3位千葉市27点、4位北九州市20点、5位浜松市5点となります。第2次産業も含めたバランスの広島市と第3次産業特化の仙台市が勝ち抜け、次回はその広島市と仙台市が埼玉市、川崎市、京都市と対戦となります。チャンネル登録をしていただけると次回の戦いも見逃さないかと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。